うまいよ。スタートは前菜に木娘だな。デザートは妊婦がいい。うん、俺の胸返せ。私の血を飲んでる。気持ち悪い。飲む気も起こらんわ。ポチタがいなくなった時があった。起きたらポチタはいなくて、街中を探しても見つからない。悪魔に食われちまったって思ったけど、家に帰るとポチタは泣きながら俺を待っていた。ほっとしてそのまま一緒に寝たのを覚えてる。あいつはニャーコを悪魔に奪われてどんな気持ちで眠ってたんだろう。バカが食っちまうぞ。悪魔のくせに何がしたいんだ。てめえん腹裂いて胸もむんだよ。その力でなぜ人間を助ける。そちなんだ。死ぬか。まずは回復だ。うん、散々な迷惑があってよ。我慢しかしてねえのに、まだ人混みもしてねえ。